せーの、 BTU アニメラボ。さあ、今週ゼブライマツが注目したアニメはこちらです。盾の勇者の成り上がり。あ、はい、あ、これは、はい、なんかラノベ集がすごい。そうですね、なんか小説家になろうから出た人気作品らしいですよ。まあ、お話は簡単でございます。とある大学生の主人公が、うん、パラパラパラっと本を読んでたら、うん、なんか入っちゃうの？入っちゃうな、ね、これ不思議じゃん。古の入り方するね、異世界へ。なんか異世界っていう本、なんか文字がボイル、ほにゃいならが世界を恐怖のなんか襲う、へぇー、変な話して、わー、不思議遊戯じゃん。ドベターよ、不思議遊戯とかもう、ジュマンジとかもう、古のいいとこの入り方。だからここまでもう、なんにもない、すぐ入ってきたもんね。確かに、それは確かに4人のなんか若者が、高校生だとか、まあ大学生、まあ大体16、17から、まあ、そういう本探してんだけどな。入れないけど、そういうコーナーを設けてくれたらいいんだよ。入れますよ。絵本コーナーみたいな感じで、そうそうそう、異世界コーナー。入れるコーナー。入れるコーナー。怖すぎるよ、その本棚。超だね、来てるからな。詰まっちゃうよ。でも異世界見なくなるんですよ。列は進む。そして奥にしたいのは、あ、帰ってきたんだ。ちゃんと怖え。退出されるの、帰って死ぬと。らしいですね。今回の中ではそういう話らしい。4人全員が死んだら、なんか帰れますと。まあ、もしくは目的達成。あ、クエストとクリアみたいな。何か起きれば。そう。で、まあ、波というさ、最悪が来る。うん、訪れると、それがまあモンスターの波なのか何なのか、波と呼ばれる悪いことが起きる、それを救えるのはこの4つの4人の勇者たちだと、うん、でその4人の勇者というのは剣の勇者、槍の勇者、弓の勇者、そして盾の勇者っていうのがいると。ただここからがちょっと他の異世界もと違いますよ、はい、他のやつは戦えると、うん、ただ盾は攻撃の武器かと、まあね、武器じゃねえよなってことで、なんかしないともうするしかない。でも攻撃力はないのよ、盾は。他のと比べればそうですね。硬そうだけど、ね、で他の国から、まあ日本なんだけど、その人たちもよく話を聞いてみたら、うん、パラレルワールドの日本だと、千円札の書いてる人が違うとか、今の総理大臣の名前はっつったら、あ、全員バラバラだ、日本は日本だけど違うなって。異世界同士、そう、異世界同士が一つの異世界に来ましたと。そしてで他の人たちはやっぱ武器だからちょっと優遇されてる、うん、で、なんか自分のもともといて、日本ではそういうゲームがあったよ、そういう小説あったよ、そういうアニメ見たことあるよって、なんか知んないけど知識はあると。そうそう、この後こうなってこうなるでしょ、え、ずるっていう、ちょっとチート気味に知識はあると。盾の勇者だけなんかそういうの、え、知らんのだが、ってずっとなってる。で、王様からも煙たがられで、最初にじゃあ仲間を何か連れてきたからみんな好きなの選べっつって、仲間の人たちに、じゃあ僕この班みたいやったら一人ぼっちになって、あ、みんな盾の勇者のやつ来たくないと。そう、どうなりしましょうかね、これは大不人気。あのね、あれなんですよ、そのね、盾の勇者だけ知らないっていうのを横引きされてて、あいつ知らねえんだってっていうのが城中にね、それも知れ渡っちゃってるのも。そう、そう、勇者様4人で一緒の部屋でね、ちょっと座談会してたら、それを聞かれてたと。そう、俺知らねえわって言っちゃったのがバレてと。ただでさえ人気なかったのに、さらに4人がもう盾だし知らねえし、だって知らんのかい、あいつも最弱コースのやついるじゃん。そう、あのルートダメなの、あの誰かいませんかっつったら、私が行きますって、ちょっと色気のある女の子が手を振って、あ、出ましたよ、ヒロイン、イチャイチャルートが始まりますよと、思いきや、うん、まあなんだかんだ金なり武器なり全部騙し取られるわけですよ。こういうRPGの王道は、王様から金一封と、まあちょっと装備もらうとか、そういうもんなんだけど、盾の勇者は、戦えねえと、攻撃力がねえから、誰かに戦ってもらって、その人のレベルを上げてやんないと、もう物語進まないから、うん、っていうわけで、まずはその仲間になってくれた女の子に装備品買ってあげたり、で、まあ、もちろん自分も装備品を整えるんだけども、まずは女の子にしないとダメだよって女の子に言われ、でまんまと騙され、うん、で装備品も金も全部取られ、まんまと、まんまと、で実はそれが、弓か槍か剣かの、うん、女だったと。他のグループの、そう、うわ、ひどい、あの人乱暴されました、もう夜なんかめっちゃ襲われましたっていうのが、もうめちゃめちゃ言いふらされて、王様大激怒、本当だったお前死刑だぞとだけど勇者だからギリ生かしといたよ。なるほど。でももう街の人たちはそういう噂も信じちゃったから、もう勇者の心はもうつったぼろよ、ぶっ壊してる。かわいそう、勇者できたな、勇者できた、やった、異世界で俺杖やるぞと思ったら、もう何も面白くないと、何もできねえ、なるほどね、みんなに嫌われ者になってんだ、超嫌われ者
で攻撃力もないからもうスライムみたいなやつにヒーヒーながら戦うしかないよと。うん、でももう今逆境一番下にいるからもうムカつきブチギレ魂だけひたすらスライム的なやつを壊すと。メンヘラ勇者じゃないか。メンヘラ勇者ですか。メンヘラ勇者。闇落ちメンヘラ勇者じゃないか。でももう守備力とか HP は高いからもう構えても大丈夫。よいしょ。全然知らない。よいしょ。縦だからさ。縦だから防御力むちゃくちゃ高い。防御力が丈夫なの。丈夫なんだ。ただ全然丈夫なんだ。経験値もたまんねえし、たまったもんじゃねえよと。剣とか買えないの？買っちゃダメ。そうね、ダメなんですよね。だから制限プレイで、それは自分の職業以外のものは装備できないっていう。RPG だと割とまあ、よくあるね、剣が。剣士は刀のみ、弓使い、弓のみ。盾使いは盾のみ。そう。盾のみ。そうじゃねえかよ。ユニークアイテムになっちゃってて、装備外せないし、盾の勇者は盾があの武器扱いになってるの、これが。なるほどね。寝る時もこれ外せないよって、そうそう、持ち替えしかできないの。持ち替えないんだけど。超邪魔ーと思って。寝返りどうしようか、こっちかこっちかしかできねえなーっていう状況ですよ。だそんなのブチ切れながら、もういっぱい小銭を稼いで、うん、まあ、小銭とか一回素材から、うんうん、素材を剥いできて、それをまた売ってっていうんだけど、やっぱ悪い噂が街に広がってるから、もう二足三毛で買い叩かれ。うん、手で舐めんなよと、盾の人はブチ切れですよ、武器商人に対して、はいはい、と思ったらここら辺なんかいっぱい噛みつかれてるの、そのスライム的なバルーンモンスターに。そうそう、でこれでも食らえてて、それを武器に戦うっていう斬新な斬新噛みつくタイプの敵を持ってこう噛みつかせるっていう。そうそう、おいおい知らない戦いとか。いやすごい、噛まれてんの？噛まれてるんじゃなくて、噛まれてる、こうマントル隠してくる、じゃじゃーって、マントルの下全部噛まれてる、うわーってもうみんな引いてるわけよ。そうそうそう、こいつ何なの、化け物側じゃん戦いだからうんこつけてくると一緒、うわーもうごめんなさいごめんなさいごめんなさい一緒。でも自分もあれでしょ、命削って、ただ丈夫だからなんとかなっちゃう。そうそうそう、これぐらい我慢できるっていう。そうそうそう、いてて済んでね、ダメんなよと。悪どい商人が、まあ、盾の勇者やしこんなもんでいいでしょっつったら、おいこれ見ろっつって、俺こんなやべえやつだぞっつって、やべえ脅し方が知らねえ脅し方、これ聞いたこと、今すぐ解き放ってもいいんだぜっつって、うわやべえじゃん、魔物使いじゃん。そうで、まあ一応なんとか、まあ高く買えと言わないから平等に扱えと、俺のことなめんなよっていうので、なんとかそこは収めることができて、街でのちょっとだけ、まあ、地位はちょっとだけ回復というよりは、まあ、ステイできたと思うんですね。最低限の取引は取引ができましたよと。怖えけどなっていう、とんでもねえやべえやつ、怖えけどなっていう。で、なんか知らないけど、まあ、武器を買いに行ったのよ、そのまあ女騙される前に行って、うん、で、まあ、店主も信じてんだけど、お前あの女襲ったらしいの、殴らせろっつったら、もう殴るがいいさって、まあ案の定なりますわな。でも目を見て、お前はなんか正しいこと言ってるけど、そこはよく分からんけど、なんか信じるし、男同士の謎の男同士の優勝みたいな、そんなすぐ行くんだと思いつつ、で急に武器屋の店主だけめっちゃよくしてくるっていう、あまあありがちな、そしてより仲間ができましたよっていう、なんかめちゃめちゃ怪しいサーカス団の団長っぽい見た目をした奴隷使いというもので、そうそうそう、勇者様、勇者様、勇者に言うことじゃねえと、奴隷どうすか、敵だろ、絶対敵なのよ、悪だ、闇から現れて、そう闇から、でどう見ると敵の見た目してんのよ、ドラクエ5黒目がねえと、ドラクエ5で牙生えてると、ドラクエ5でやったことあんだよそれ、いいんだよあいつだよ、あいつ、あいつだろ、パパスを殺したやつだよ、あいつらだろ、あいつがもう声かけてきて、でもう盾の勇者は戦えないでしょ、っていうことは仲間いるでしょ、でも仲間いないでしょ、奴隷がいますせ、ね、悪の誘いがさ、でも魔獣ばっかそうそうそう、人じゃないんだ、人じゃない、もう魔獣ばっかいて、ね、でもな、高い、高い無理だ、うん、めっちゃふっかけてくる、高い、じゃあまあこっちのアジンっていうのもいると、お、人とモンスターのまあハーフで、でそれはやっぱりあの差別的なこともされてる世界だから、アジンは嫌われてる、モンスターよりの扱いされてる、うん、っていう中に使い低いタヌキみたいな見た目の女の子がいて、うん、タヌキ風な女子が、うん、で病、まあ、心が弱えと、うん、ケホケホケホいら、うん、これはお客さんダメですよと、買っちゃうのよね買っちゃいそうだね、買うよね、可愛らしいし買うよね、道場かな、もちろんね、でもまあ一応そこは道場や愛よりはちゃんと働けと、うん、おめえが一番なんか言うこと聞きそうだなって感じで、ね、じゃあナイフ持って、はい刺して、はい刺して、あのトレーニング脇腹から風船モンスターを、はい出して、おいこれを今出さすんだ、無理ですー、育成ゲームから始まる、お前が戦わねえと俺は強くなれるんだ、お前強くなれと、それで実は同行者設定っていうのがあって、うん、パーティーで、本当だったらパーティーで同行者設定をしとけば経験値が入るんだけど、最初の女はしてなかったと、うん、そのせいで通りで
経験値が入んねえ、うん、よく考えれば確かにその女選手は最後下がってて俺らみたいなことやってたのよ。ああ、ソロになったな。だから俺めちゃめちゃレベル上がらんのかっていうのもまあそこでちょっと判明して、でこれからは俺を攻撃力もなくないから奴隷のそのエルフというかまあタヌキガールが頑張って倒すんだよって、じゃないとお互いダメだからね、闇も来るし俺も死ぬしお前も死ぬやだろうって頑張ってその子を鍛えようと、うん、でもその子もやっぱ人間嫌い怖いよというなってる中で、多分年で言ったら10歳12歳なんかぐらいなのかな、じゃあ腹減ってんな飯食いに行くぞって、そんな中まあよくあるお子様なんちょりって食べたそうにします、食べさせてもらいます、イチコロよああこの人間優しいよって心を開きまして、まあまあ可愛らしいね小さい子だから、で、ちょっとだけレベルが上がったので、じゃあちょっとだけ背伸びして他の洞窟ダンジョン行ってみましょう、うん、っていうところでちょっと強めのモンスターを倒して2人とも、はい、ゴブリンに会っちゃう、即死よゴブリンなんか、ね、あんなの出たらめっちゃ強いんだよ、ただ防御力は高いからな勇者だけボロボロで帰ってくる、ボロボロ帰ってくる可能性があるな、そう基本戦術が勇者が食われてる間に後ろから刺すっていう戦術だから、勇者がもう痛い痛い痛いって言うからよし耐えたことねえおとりになるタイプの勇者見たことねえな基本的におとりになるタイプの勇者だね、もう防御力だけ高いから、そうで、はい、そう一応なんかやっぱ勇者だけあってレベル上がるとスキルが増える、これなんかロックバーみたいに盾がどんどん変形していくと、かっこいい、ロープの機能がついたり、なんかちょっと遠くに盾を出す能力がついたり、あ、誰かを守るためのそうだから、まあ盾自体は今後進化していくんだろうなと、まあ、勇者のアイテムらしくやっぱ強い、そうですね、弱いわけではないんだもんね、そうですね、薬草をちょっといい薬草にするとかいう変な能力が守備的な能力なんか持ち物のランクを上げることができるっていう、サポートメンバーだな、サポートメンバーだな、サポートメンバーだな、そうなので、言っとかなきゃいけないけど、4人じゃ力合わせてやればいいじゃないと思うじゃない、うん、その異世界から剣を立てて、勇者全員で、そうそうそう、最初はそういう話もあったの、じゃあみんなで少し頑張ろうぜ、うん、盾のくせにいいって言いじゃないながら、まあそんなこと言うなよって言うけど、実は各々の武器同士が反発し合うと、うん、反発してるか別々に行動しないと能力が下がっちゃうよと、あんま成長しないよっていうことで、じゃあおのおのパーティー組みましょうっつって、うん、まあみんなパーティー組んで行っちゃった、なるほどね、だからね今盾の勇者がとことん理不尽な目にあって、うん、そうようやく今奴隷を手に入れ少しだけ戦いを覚えさせたっていうところまで見えてきましたが、その死体の山は何なの、どの、死んだら、ああ死んだらなんか元の世界に戻れるらしい、死体だけ送られてくるのかな、うん、まあ、そこはかどうか分かんないけど、なのか生きてる状態でゲームオーバーで戻ってくるのか、なんかね、召喚のなんか魔術的に話で本当は盾の勇者クソだから再召喚したいんだけど、うん、4人にいっぺんじゃないと召喚ができないみたいな話で、だから4人死ぬか、あの状況が改善されるまでは盾の勇者だけ NG っつってもう繰り返せないんだよみたいな話をしてた、なんか言ってたね、どっちかっていう話でしょ、そう、ね、4人セットの一連択肢はだね、そこそうね、そうそうそう、他の1人満足してっから、まあ、リセマラはちょっとご遠慮して残念ながらということなので、ただ結構この物語がね、主人公の盾の勇者がひどい目にまあ合うんで、この先もそう、なかなかの本当に成り上がりっていうぐらいのタイトルですから、だって今絶望じゃないですか、絶望から来ましたよ、逆境が大好きな人には ね、ちょっと向いてると思うんで、ぜひとも皆さん見てみてください、矢沢ね、矢沢駅成り上がりでしたではない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 バイバイ